これでどうだ？悪くないんじゃないか？どうなんだ？これでどうだ？どうなん、悪くないんじゃないか？どうなんだろうな、この、どうなんだろうな、この、どうなん、どうなんだろうな、この選択。これでどうだ？
どうなんだろうな、この選択は。うん、悪くないんじゃないか。どうですか？なんだかどうですか？どうですか？綺麗に、なんだか楽しくな、どうですか？綺麗に見えます？なんだか楽しくな、変身してみたよ。にわかには信じられんな。本当にこの町の水が枯れつつあると。ええ、こんなに並々と水が溢れてんのに、どうするんだ会長さん。貴様の持ってきた調査結果は本当に信じられるのか。それなりの信憑性は保証しましょう。これは中央にとっても憂慮する事態の一つですから。都合のいいことを。中央がこの辺境にある我々の町にどれほどの関心を持っているというのだ。ステラードはこの一帯で唯一の水源を有する町。この町の水が失われれば、あたりの村や集落も軒並み枯れ果てていく。そして黄昏の海はさらに広がり、いずれ全ての地域を飲み込んでしまうでしょう。今やこれはあなた方だけの関心事ではありません。その点は理解していただきたいものです。全てを飲み込む黄昏の海か。乾いていく水源、枯れていく草木、飢えていく生き物たち、青き海は黄砂へと姿を変え、海に生きる生命は帰る場所を失った。それでも照り続ける日の光は、大地に残ったわずかな水分すらも無慈悲に干上がらせていく。そうやってゆっくりと、しかし確かに色あせていく黄昏の世界。船酔いはしてないか？あ、コルテス兄様。大丈夫。波も穏やかなようだし。黄昏の海はいきなり表情を変える。気を抜きすぎるなよ、シャリー。ええ、わかってるわ。コルテス！ジョー様のことは、シャリステラ様と呼べと言っておるだろう。テオジー、いいの。ここはルギオ村ではないのだから。いけません。ジョー様はオサの一人娘。一歩外に出れば村の代表なのです。ジョー様の言葉はすなわちルギオ村の言葉。いくら我々が相手といえども、威厳は保っていただかんと。もういいって言ってるのに。でも長かった旅もやっと一段落。いや、
ステラードについてからが本番なんだ。あまり大げさには喜べない。それは分かってるけど。ねえテオジ、ステラードってどんな街なの？豊かな水脈を持つ町だそうですぞ。讃えられた水を求め多くの人々が集まる。交易も盛んだと聞いております。そう、活気のある町なのね。都会の光はまるで宝石のようだと子供の頃にお父様が話してくれたっけ。まさかこの目で見られる日が来るなんて嬉しい。ううん、今は置かれてはダメ。お父様、村のみんな、私絶対にこの使命を果たしてみせるわ。しっかりしなきゃ。シャリ、近くの村は砂漠に飲み込まれたが、ルギオン村はまだ大丈夫だ。焦らずに、水が枯渇している理由を調べて対策を練ればいい。そうね、ステラードならきっと村を蘇らせる方法が見つかるはず。コルテス兄様、テオジ、どうか私を支えてくださいね。ご安心くだされ、ジョー様。この腕も胴もすべてジョー様を支えるための柱であり壁。何も心配。ええ、頼りにしている。テオジ？あ、いたたた。どうした、親父？いや、おいおい。油断したわい。まったく。大丈夫？え？間もなく近くの陸地で補給をする予定だったのじゃが。確かに。テオジーがいなければ補給は難しい？いや、ただ俺一人では時間がかかるんだ。私も手伝うから。気持ちは嬉しいけど、私じゃ。シャリーはシャリーにしかできないことをやればいい。兄様。とはいえ夜の海は危険だから、できれば暗くなる前にステラードに着きたい。あまり補給に時間を取られたくはないんで。そうだ、シャリー、錬金術でシップを調合してみたらどうかしら。できるの？
調合しようかな。材料はどれにしよう。これでいいかな。仕上げに移るよ。やった、完成。まずは湿布薬の調合だよね。これをこうして、できた。へえ、なんだか手つきは危なっかしいけど、やるじゃないか、シャリー。危なっかしいは余計です。おお、なかなかの塩梅ですな。痛みはどうかしら、テオジ。ん？これならすっかり元通りに。だから言って、しかしな。あんまり効かなかったのかな。素材を変えてみたら。この部屋の。はい。これ使えるかも。何でも試してみればいいさ。うん、もう一度調合してみるね。試してみればいいさ。うん、もう一度調合してみるね。どれを調合しようか。材料はどれにしよう。これでいいかな。仕上げに移るよ。やった、完成。どうだ、親父。ん？おお、これはいい。痛みがスーッと消えていく。おい、親父。テオジ。何、心配なんかありません。もうすっかり良くなりましたわ。よかった。やはり嬢様には錬金術の素質がありますぞ。そうかな。嬢様は錬金術をしっかり学びなさい。私の。そういえば俺も昔錬金術に手を出してみたが、全くダメだった。鼻がち。親父の言う素質とやらも的外れじゃないのかもしれないな。素質。
どれ、腰も治ったことじゃし、船を見回ってくるか。治ったって言っても、無理はするなよ、親父。お前に言われるまでもないわ。どうしたの？どうやら陸地が近くなってきたようですな。どうやら停泊できそうな場所が見つかったらしいな。ああ、本当？これで補給ができますな。よかった。よし、俺たちも外の様子を見に行くか。はい。ジョー様、外に出られるなら身支度をなされよ。身支度？恩身に何か。ま、この辺にはジョー様の身の回りのものは。おっと、ジョー様。どうして。丸腰です。黄昏の海は危険です。もう丸腰じゃ。机の上。うん。おっと、ジョー様。調合式。私も待って。まったく、俺が追いかけるよ。親父はまだ無理すんな。頼むぞ。わあ、砂漠が広がってる。おい、こら、シャーリー。あ、ごめんなさい。いくら安全そうな場所とはいえ、ここはもうステラードの近くなんですよね。ああ、ステラードはもう目と鼻の先さ。黄昏の海に燦然と輝くオアシス、そのすぐ近くなのにこんなに砂漠が広がっているなんて。シャーリー、今は船で使えそうな素材を探そう。考えているだけでは何も始まらない。これじゃあ補給にならないな。どうしたらいい。ま、もう少し探してみよう。ルギオ村の近くと様子が違うのは当たり前だ。うん。ステラード周辺の情報収集を兼ねると思えば、まあいいだろう。え？
シャリー、落ち着け。そう言われても。大丈夫。全力で行きます。お疲れさん。よく頑張ったな。私、お見事。どなたですか？ハンター？気にしなくていい。お前、久しぶり、コルテス。知り合いですか？ああ、昔のな。昔？いや、ステラードに住んでいた頃に世話になったんだ。そっか、コルテス兄様、昔村の外に修行に出てたって。かわいい妹さんね。からかうな。あの、ユリエ・クロッツェ、トレジャーハンターよ。トレジャーハンター？いろいろな伝承や言い伝えをもとに眠っているお宝を探すの。目指すは一攫千金。一攫千金。コルテス、あなたの妹さんはなんて言うの？シャリステラと言います。私たちは、この子は俺ら一族の長の一人娘、姫様だ。兄弟じゃねえよ。よろしくお願いします。ええ。それでここで何を？船でステラードへ向かう途中なんだ。補給をしようと思ったんだが、この辺は何もないな。使えるものなんて取り尽くされてるから。そんな。食料と水。いいんです。私をステラードまで送ってくれるなら。それだけでいいの？さてはお前、帰れなくなったな。そんなわけない。大方乗ってきた船の闘病を忘れて黄砂に持っていかれたとか、そんなところだろ。まさか図星か？別にいいわ。あ、待ってください。どうするの？あの、ま、決まりね。あ、そうか、あんたがユリエさんか。息子が随分お世話になった。いいえ。この船はぜひ自分の家だと思ってくだされ。親父。あの、よかったら
お宝探しとか町のこととか聞かせてください。興味あるの？はい。この辺りのことや都会での作法は全然わかりませんし。作法なんて。でも服装とか。そう？本当ですか？ええ。でも確かにあなたの一族が旅をするなんて聞いたことないわ。一体どうしてこんなところまで？実は。ですから私たち、ステラードならきっと。そう。ステラードはオアシスのような街な。オアシス。私、それが。シャリちゃん、ご飯はもういいの？うん、もうお腹いっぱい。まだ残ってるじゃない。しっかり食べないとお昼の前にお腹がペコたんよ。もうちゃんと食べたってば。母さんこそ最近全然食べてないじゃん。私はダイエット中なの。はぁ、あ、それで？うん、在京組合に行けば何かしら仕事はあると思うから。何かしらなんて言ってないで、おっきいの取ってらっしゃいな。あのね、私の娘なんだもの、大丈夫。はいはい、じゃ行ってくるね。行ってらっしゃい。さてと、今日は組合にいつもと違う仕事はあるかな。ナウルさんって雑用しかくれないんだよね。そろそろ大きな仕事をスパーンと終わらせてバクホンと稼ぎたい。うん、今日は占いも良かったし、ひょっとしたら、でもひょっとしたら、今日はいいことありますように。
しすぎでしょう、これ。おう、シャリーか。組長と誰だろう。踊り込み中でした。いや、大丈夫だ。でも、この辺りの遺跡調査のために中央から来たお役人さんだ。え、中央から。ソウル・グラマンです。あ、シャルドって・エルミナスです。遺跡調査。私こう見えても錬金術師なんです。ご用命の時にはいつでも。そうですか、どうぞよろしく。反応うっす。もしかして中央じゃ錬金術って珍しくもなんともないのかな。あ、でもアピールしなきゃ。母さんも言ってたじゃない。シャリー、今日の仕事だが、いつものを頼めるか。え、またゴミ拾い。他のってないんですか。他の、どんなのだ。あ、その、やれやれ、お前に頼めないなら仕方ねえな。掃除も報酬も。いえ、やります。いやだな、もう組長ったら。もうイブシギン。なんだそれ。でなんだ、この町の浄水装置の問題じゃねえっていうことか。そう考えるのが自然です。だからこ調査。シャル、ミルコ、10回潰された食料ウサギみたいな顔して考え事似合わない。別に。ミルカこそどうしたの。こんな下町に来るなんて珍しいじゃん。サボりよ。え、大丈夫なの。あんたんとこいつも大忙しでしょ。似たような依頼ばかりでうんざりするの。毎日毎日来る日も来る日も、明日も明後日も、とにかく練成するだけ。嫌気がさすわ。うわぁ、うちなんかアトリエだけじゃ食べていけなくて、こうして日雇い仕事やってんのに。ここでは練成が目新しいのよ。きっとそのうち飽きられる。そうしたらシャルみたいな昔ながらの錬金術師が必要とされるようになるのよ。だから日雇いなんかやめて、もっと錬金術の腕を磨いて。私忙しいあんたと違ってそんな余裕どこにもないからさ。シャル、
ごめん。中央に留学できたあんたは私の誇りなんだから、今にきっと私たち二人ででっかいことをしてやろうよ。ね。そうね。じゃあ私仕事があるからまたね。私何してんだろう。ミルカに当たったって仕方ないのに。あちこち散らかってるね。ん？でも使えそうなものが。あれって鉱石かぼちゃ？でも今日のゴミたちはさあってどう？ゴミ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 拾い、報酬激安。綺麗にしちゃおう。おー、シャリーか。ご苦労さん。ほら、報酬だ。本当に安い。文句あんのか？いや。報酬を増やしてほしいならもっと。ゴミ拾いに売る。そんなことねえよ。ゴミ拾いだって効率よくやろうと思えば工夫の余地はいくらでもある。人はみんなそうやって小さいところから積み上げてでかくなっていくんだ。私だってそのうちバーンとでっかいことをしてドーンと大物になってやるんだから。ふん。で、それはまだないけど。私が大物になってから分け前をくれなんて言っても遅いんだからね。賑やかなお嬢さんですね。元気だけが取り柄なんだよあいつは。さてと、そろそろ聞かせてもらおうじゃねえか。では。はぁ、今日の仕事もおしまい。ラウルさん、なんだか難しそうな話してた。そりゃそうだよね。ミルカ、母さん。私の未来、何にも見えないよ。
ラウールさんのケチ。何がいぶし銀よ、あの主戦度。チャリちゃん、おかえり。今日もお疲れ様だったわね。ただいま、母さん。もうお腹ペコペコ。ちゃんと手を洗ってうがいもするのよ。母さんってば、いつまでも子供扱いするんだから。シャリーちゃんはいつまでも私の可愛い娘だもの。そういうことじゃないっての。それじゃ、すぐにご飯の支度をするから、休んで待っててね。はーい。ペコ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 腹ペコだー、ハチミツ7倍。それ何の歌？ダサいよ。でっかいことか。ラウルさんだけじゃなくてミルカにまで行っちゃったな。ミルカには最新式の錬成機と中央で勉強してきた知識がある。でも私には独学した錬金術の技と元気しかない。どうすればこの毎日を変えられるんだろう。人生って難しい。なんでもいい、ゴミ拾いじゃない仕事がしたい。もっと広い世界に飛び出したい。私にしかできないことをしてちゃんと認められて母さんを喜ばせたい。私にしかできないことってないのかな。
まだ食べ終わらないのね。すみません。なのに肉ばっかりがっつくからどんどん遅くなるんだよな。お肉好きだからいいじゃないですか。大丈夫、お肉は美味しい。ゆりえさん、やれやれ、ステラードに着く前には食べ終わるようにな。でもやっとステラードに着くんですね。ああ。ゆりえさんが街でお話を聞いてくれそうな方を紹介してくれるというし、これでなんとかなるよね。いいかシャリー、ステラードはルギオン村とは違う。気を抜きすぎるなよ。もう。王様、大変じゃ。どうした親父？サンドドラゴンが現れた。サンドドラゴン、黄昏の海に住む大型竜。ここまで来てなんでまた。話は後じゃ、とにかく振り切るぞ。事情は大体分かった。まあ事故だってんならしゃあねえわな。とはいえ早急な対処が必要でしょう。その迷惑をかけてしまって本当に。あなた方には後ほど中央に提出。それから組長、港の修繕に必要な物資についても中央に掛け合ってみましょう。悪いな、頼むぜ。お嬢ちゃんよ。え、今はあなた方の事情を伺う。港の修繕だけでなく。でも日を改め、ユリエ、そうしていいと。わかりました。シャリーか。何か。いや、なんでもない。さてと、港の被害状況を調べよう。まったく、在京はどういうつもりなんだ。これラウルさんは中央の役人とともに港の破損状況を調査しているようですね。例の鎖工艇の所有者からも状況の聞き取りを。それが何になる。調査をするだけで。どうせまた中央は我々に何もしてはくれん。だから奴は小賊子だというのだよ。会長、少し幸いと言いますか、あの鎖工艇はかなり関係があってたまるものか。まったく、なぜ私が在京に出向かねばならんのだ。会長、ずいぶん威張り腐った親父だな。でも隣に。そうだった。はい、都会の
女性。俺は親父の方ばかり見てたよ。すごく。あまり気にしなよ。うん、鎖皇艇って。ジョー様、お帰りなさいま。いろいろ大変。そこまで状態は悪くありませんな。港に停泊していた船が干渉剤になったようです。相手の船は？いえ、さすがに無…そんな。シャリー、そのおかげで町を壊さずに済んだと前向きに捉えておこう。俺たちの船はすぐに治りそうなのか、親父？今は念のために各部を調べておるが、船の修理自体はそこまでかからんじゃろ。本当？それで捨てら…親父、俺が説明するよ。おお、こりゃ気が回る。ありがとう。やっぱり都会はたくさん人がいるのね。少し疲れちゃった。私、みんなにかばってもらってばかり。今日の様子だととても話を聞いてくれそうにないけど。うん、めげてはダメ。こうしている間にも村の水は枯れ続けているんだもの。待ってて、お父様、村のみんな。今日こそ。これ。これ。あんたの村で水枯れが始まった。はい、水の豊かなステラードなら。しかし残念だが、嬢ちゃん。え？確かにこの町は今んとこ砂漠のオアシスだ。干上がった土地から移り住んでくる奴らも少なくない。だったら。今んとこって言ったろ。どういうことですか？この町でも水枯れは始まってるってことだ。ことが大きくなる前にどうにかしようと動いているが、
てめえの尻に火がついた状態で他人に力を貸してくれようなんてやつはこの町、そんな、あんたの村のことは確かに、だが俺もこの町を預かる身だからな。悪いな。私、村のみんなに、ただ助けてくれと言えば助けてもらえるとは思わねえ。この町の状況は分かった。そこで提案なんですがね、あなた方が町の役に立つならば、町、本当、在京組合の精神は相互扶助です。それは口約束で不履行はありえないだと。やべしゃ。では、ああ、ステラードへようこそ、シャリー嬢ちゃん。現在このステラードでは、この在京組合と商会とが主に町の行事や市場を取り仕切っています。商会はこの町の水源を管理し、事実上の支配階級に当たります。それに対し俺たち在京組合はいわば自治組織だ。自治組織？正式に認められた団体ではないのか。この町は金持ち連中だけじゃなく、貧しい連中や荒くれどももたくさんいる。町のルールを決めて面倒事を解決する。そうやって誰もが住みやすい町を維持するのが俺たちの目的なのよ。誰もが住む。ちなみに組合と中央は互助関係にあります。どうして中央は商会ではなく非正規の組合と。商会は中央の影響力を恐れてるのさ。ここに支部でもできた日には自分らの権力が奪われると思っている。まあそのあたりはいろいろと誤解があるのです。我々のような派遣役人にはさほど権力はありませんし、何より重大な使命が課されていますから。使命という、各地にある古代文明の遺物、ひいては黄昏の調査研究で。黄昏の問題はあんたの村だけのことじゃないって言ったろ、ジョーちゃん。この世界全体が黄昏に飲み込まれようとしてるんだ。ジョーちゃんの村も、もちろんこのステラードも例外じゃねえってこと。ステラードは非常に興味深い土地なのです。この町を調査しながら黄昏の原因究明と解決法を模索する。これが中央が私をここへ派遣した理由です。俺は何としてもステラードを守りたい。そのためならどんなものとだって手を組む。それが俺らと中央との結びつきってわけだ。黄昏の原因は分かったんですか？そう簡単にいけば苦労はしません。これから我々はこの周辺の環境調査を始めます。私にできるのかな。あんたらならきっといい仕事をしてくれる。人の弱みに、弱みがあるのはお互い様だ。あんたらがいい仕事をすればこの町の全力を挙げて。忘れるなよ。調査と一言で言っても。というわけであんたらのために助っ人を手配した。入っていいぞ。どうも、助っ人よ。ユリエさん？よりによってお前か。よろしく。悪いな。
ユリエさん。ええ。しかしどう、あなたたちと一緒に行動すること。お前も何、コルテス兄様。やれやれ。あなたに航海術を教えたの私。そうだったんですか。ええ。じゃあ無事ステラードにたどり着けたのも。当の本人は帰れなくなってたけどな。別に帰れなくなんてなってないわ。どうだか。そういえばミルカはどうした。遺跡の調査ならあいつも喜びそうなもんだけど。あの子は。ああ、そういう。いえ。じゃあどうして。ミルカ。妹よ。へえ。いいえ。シャリー、行き先は豊穣の海だ。あ、どこに行こうかな。油断してるな。先制するぞ。おとなしくなさい。遅いな。私たちの勝ちです。私も成長したみたいです。えい。速攻のチャンスね。さあここからだ。一気に決めてやれ。よっ。行くわよ。任務完了ね。私も成長したみたいです。自然の産物もいっぱい役に立ちますね。見たことない。記録しておく。これ薬にもなるのよ。変わったの見つけたよ。これは砂か。こんなもの何に使うんだ。あらかた取り終えたな。よし。どこに。同じ場所だ。しておこう。それ、それ、えい。
ついてない。今のうちに。やっ、少し黙らせるわ。ここからだ。一気に決めてやれ。ところで行くわよ。ヒル、どうした？ヒル、遅いな。怪我はないか？お疲れさん。これ薬にもなるのよ。変わったの見つけたよ。これで全部取ったよね。どこに向かうの？どれを調合しようかな。材料はどれにしよう。これでいいかな。仕上げに移るよ。やった、パンレベル。新しいスキルを覚えたよ。材料はどれにしよう。これでいいか。始めよう。これでいいかな。これで仕上げに移るよ。やった、完成。レベルアップ。材料はどれにしよう。これでいいかな。うん、始めよう。こうしたらどうかな。これでいい。仕上げに移るよ。やった、完成。どこに向かうの？気になる場所ね。何か見つかりそう。この植物は何に使えるかしら。これ薬にもなるのよ。
記録して自生の野菜か。まだ残ってるものなんだな。やあ、気づいてない。今のうちに。どうした？怪我はないか？お疲れさん。これは砂か。どこに行こうかな。気になる場所ね。何か見つかりそう。見たことない。記録して。動物の体っていろんな使い道があるの。無駄なんて何もないわ。この植物は何に使えるかしら。昔のものって見てるとその頃の様子が目に浮かぶようで楽しいのよね。これは砂か。どこに向かうの？油断してるな。先制するぞ。よく狙って。少し黙らせるよ。どうした？準備運動にもならないな。私もせ。またも。どうした？やあ！行くわ。任務完了ね。一通り見て回ったな。ええ。すごい。どうした？世界にこんなところがあるなんて。世界は広いの。それに謎に満ちてる。そのうち慣れる。ユリエさん、想像を超えたものを目当たりにすると、あなたの使う錬金調査と錬金術がどう関係してるんだ。錬金術には想像を超えたものを生み出す力がある。いつかあなたは自分の力の強さに気づいて高ぶる。私には錬金術の才能はないけど、似た力を持っている妹を見ているとそんな気がするの。想像を超え。ユリエ、戻りましょう。
何かの役に立ちそうね。拾えるものは拾っておいた方がいいわ。これ薬にもなるのよ。どこに行こうかな。手際よくやるわよ。この植物は何に。どこに行こうかな。ありがとうございました。非常に興味深い報告です。想定した以上によくできた調査報告でした。実のところ、ジョーちゃんやるじゃねえか。このソウルはなかなか堅物でな、そうそう人を褒めることはねえんだ。どうだか、そうや。邪推はよせよ兄さん、あんたらの腕は確かだ。じゃあシャリステラさんにコルテスさんでしたね。適正か。ええ、もちろん。あなたたちの力があればこの地域の研究がはかどることは。これからも、はい、私ども中央の方でもより詳細な調査、こちらにもより適切な人材を手配しました。より適切。環境調査のベテランです。なんと言えばいいのか、腕はいい錬金術師ですよ。腕はね。では皆さん、任せておけ。終わったらキラキラ欲しい。俺たち働く。キャー、かわいい。おお、ちゃんと。一応評価は上々だし、様子を見ながら続けていけばいいんじゃないか、シャリ。ええ、そうですね。シャリ。え？あ、ミルカ。びっくりした。そんな偶然なかなかないって。おお、船の番を。構いませんぞ。というわけで。なるほど、何はともあれ成果があったのならばよ。ごめんなさい、村が大変な時に。ジョー様、
他人の協力を、相手の悩みをしっかりと聞いて。そうです。ただ近場だけでなく俺も鍛錬する。うん、私も錬金術をしっかり勉強する。しかしこの辺りのことはラウリやユリエが詳しいはずだから。そうですね。黄昏の海のことを調べながら錬金術や武術をしっかりと身につけて村を救うためには。我らも手助けし、あ、はい。調合しようかな。材料はどれにしよう。これでいいかな。始めよう。材料の力を引き出すよ。これで仕上げに移る。やった、完成。材料はどれにしよう。これでいいかな。うん、始めよう。よし、やるよ。便利な、これ、仕上げに移す。やった、完成。レベルアップ。材料はどれにしよう。これでいいかな。うん、始めよう。次はどうしよう。これ仕上げに移る。やった、完成。はいはい、そこのお兄さんお姉さん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。あ、そこのお嬢さん、このカトラの店に目をつけるとはお目が高い。え、私別にその。どうぞどうぞ、覗くだけでも結構です。あ、あの、え、もうか、え、実は両親とは遠い故郷で生き別れ、弟、そんな、いえいえ、足を止めて頑張ってる。ほほう、錬金術、うちの品物は質が良く珍しいものばかり。
統合しようかな。材料はどれにしよう。これでいい。うん、始めよう。便利なスキルを使うよ。これでどうかな。仕上げに移ってやった。完成。レベル、新しいスキルを覚えたよ。どれを調合しようかな。材料はどれにしよう。これでいい。うん、始めよう。何に使うんだ。どうしようかな。手分けして採取しましょう。次はどこだ。決めてくれ。役に立ちそうなものが見つかるとありがたいんだがな。見たことない。記録しておこう。見たことない。自生の野菜か。まだもいつもに違う雰囲気を感じるぞ。どうしようかな。これ初めて見る。みんなで協力して集めましょう。どこに向かうの？いろんなものが手に入るといいんだけどな。この植物は何に使えるかしら。髪の全力でいきます。おとなしくなさい。もう
を詰めろ。あらかた取りを。どうしようかな。どこに行こうかな。どれを調合しようかな。材料はどれにしよう。これでいい。うん、始めよう。慎重に、慎重に。これでいい。うん、始めよう。慎重に、慎重に。慎重に、これ、仕上げに移ってやった。完成。レベルアップ。新しいスキルを覚え。調合しようかな。材料はどれにしよう。これでいいかな。うん、始めよう。材料の力を引き出すよ。買うよ。これ仕上げに移る。やった、完成。材料はどれにしよう。これでいい。うん、始めよう。材料の力を引き出すよ。これでどうかな。仕上げに移る。やった、完成。材料はどれにしよう。
を使うよ。材料の属性値を上げるよ。材料のこれ仕上げに移って、やった、完成。おう、次はどこだ、決めてくれ。さっきと同じ場所。こんにちは。よう、シャリー、よく来たな。町の様子は芳しくはないですね。まあ、これはあなた方が港にぶつかってきたのが原因ではありませんが。気にすんな、こんな時こそ組合の力の水。すみません、ぶしつけで悪いが、こんな状況ですからね。まあでも、そうですね、ペリアン商会。ペリアン、以前もお話ししましたが、信用を勝ち取るのは難しいかもしれませんが。おいおい、私たちの目的は町の問題が解決すること、状況が好転するのなら本当は組、そう、いや、ただ一方的に商会が中央を拒否しているから、まあとにかく運よくジェラール・フェリアン氏とつながれば、町の人たちに、まあ、わかりました。ええ、ありがとう。いえ、おう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 、よし。
を調合しようかな。材料はどれにしよう。これでいい。うん、始めよう。もう一工夫入れよう。慎重にこれ仕上げに移って。やった、完成。レベルアップ。どれを調合しよう。材料はどれにしよう。これでいいかな。これでいい。うん、始めよう。こんな感じで。材料の属性値を上げるよ。こんな感じで。慎重に、慎重に。材料の属性値を上げるよ。材料の属性値を上げるよ。材料の力を引き出すよ。材料のち、これで仕上げに移る。やった、完成。レベルアップ。次はどこだ、決めてくれ。役に立ちそうなものが見つかるとありがたいんだがな。この植物は何に使えるかしら。これ薬にもなるのよ。どうしようかな。見たことない。こいつは随分古いの。どこに向かうの？どれを調合し、材料はどれにしよう。仕上げに移るよ。やった、完成。